はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店になります。今日はね、こちらですね、リングフィットアドベンチャーということで、これね、先日の、父の日のプレゼントでもらいましたという形になります。こういうものですね。で、裏の方に書いてありますけど、セット内容ですね。ソフトと、あとは、レックハンドと、あとリングコンっていう形で入ってますね。こちらソフトに結構、複数のですね、ゲームが入っているんですけど、まあ、このね、リングコンを使っての、フィットネスアドベンチャーということでソフトが、ついているものになります。まあ、今更のレビューになってしまうんですけど、まあ、これからね、ご購入する方、こちらですね、リングフィットアドベンチャーという形で、まあ、どういうものが入っているのかとか、その辺をね、見せれればと思いまして、YouTube 撮っております。じゃあ、開けていきたいと思います。はい。内容物ですね。セット内容物は先ほど言った通り、ソフトとリングコンとレックハンドと、レックバンドですね。レックバンドが入っておりますという形になります。はい。中身はね、こんな方、ものが入ってまして、まずあれですね、はい、ソフトですね。リングフィットアドベンチャーのソフトがまず入っております。はい。これスイッチのソフトですね。で、こちらですね、箱を開けると、リングコン、こういう形で入っておりますね。よいしょ。はい。こういう形で入っております。左右はね、当然ね、運動して汚れた場合を想定して、これマジックテープで取れるようになってますね。で、こちらですね、こちらに、スイッチの方が付けれる形になってます。はい。もう一つがね、こちらです。はい。こういうね、ゴムバンドの、ものが付いてますね。こういうもんですね。ここですかね。まあ、これあれですかね。これ、太ももにつけて、足の動きをこれで、取る感じですね。なので、これですかね。これを、こちらにつける感じですかね。特にこれは、ここは機能がないので、これはね、こんな感じで、左側のコントローラーを、まあ、これにつける感じですかね。これで、こうね、振動を察知して、ゲームソフト、あとは必要な、データを取っていただけるという形になっております。はい。こんな感じですね。あとはこちらですかね。こちらのこちら、裏側ですね。裏側に、これね、間違えてつけるとえらいことになるので、昔ね、一時期流行ったと思うんですけど、間違えてつけちゃって、取れなくなっちゃったっていうのがあるのでね。これこうですね。なので、これをね、ここにね、わかりやすく、プラスって書いてあるんですね。で、このプラスっていうのと、このプラスとプラスを、まあ、合わせる感じですね。はい。ここのプラスとプラスを合わせる感じ。これは、前もね、任天堂スイッチの本体もそうですし、他のやつでも、このプラスとプラスを合わせてつけるというのが鉄則になってるので、こんな感じでね、あとはもうこれでこう、アーチェリーとか、まあ、いろんなね、こう、運動して、あとはもう一個ついていた太ももですね。太ももはこれをつけて、これとこれのセットで、ゲームを楽しみながら、フィットネスを楽しむという形になってますね。はい。こんな形です。しっかりね、カチャッとついているので、取れることはないと思うんですけど、ここだけ要注意ですね。ここだけ、間違えて逆さまにつけないでくださいってとこだけ要注意だと思ってますので、まあ、そこだけ気をつけてくださいと。まあ、至るところに任天堂っていうね、ロゴが入っておりますという形になります。まあ、ゲームソフトとか、実際にこの、
リングフィットでやっているところについては、任天堂さんのホームページの方に、その辺の動画はありますので、まあ、そちら見ていただければなと。私の方は、梱包物と、あと実際ね、こんな、つけて、実際に、遊びますといった形で、ご紹介させていただいております。はい。実際、任天堂のね、このリングフィットアドベンチャーの、ウェブサイトの URL は概要欄の方に載せておきますので、そちらも参考にしていただければと思います。はい、以上となります。まあ、単なるね、梱包物の確認と、あとこのね、コントローラーを、くっつけるところの、まあ、ちょっとレビューという形でご了承いただければと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。またこの動画、物足りないと思いますけど、よければ高評価お願いします。またこんな感じで、まあ、梱包物の中身と、まあ、こういったね、設置するところの、レビューという形でできればと思っておりますので、引き続きご視聴いただければと思います。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。